平野ノ仕様、出演決定の二反響学トゥーヒーローズ、東京ドームで行われるパフォーマンス内容が一部公開。こんにちは。ナンバーアイの岸優太さんが、発表紙を飾るな参観、4月後特別拍子版が2月28日に発売決定。2024年の明けともに、ファーストデジタルシングルのリリースや、新たなスタートを切った様子が伝えられました。今回の撮影では、岸優太さんがハイエンドなイメージで、 ドルチアガッパーナのジャケットを含む数々のラグジュアリーブランドの最新ルックをエレガントにまとい、奥ゆかしい表情を見せています。今回の撮影では、キシユタさんがハイエンドなイメージでドルチアガッパーナのジャケットを着こなし、他のラグジュアリーブランドの最新ルックもエレガントに披露。また、インタビューや Q&A では、理想の50年後など、キシユタさんの素顔に迫ります。記事の情報源によれば、キシユタさんは、 独占インタビューやプライベートについての Q&A にも答え、元一公式インスタグラムと YouTube ではスペシャル動画も公開予定とのこと。また、同日には約230の国と地域に世界同時性配信される 2Heroes2B Foose Spalive の配信キービジュアルが2月19日に Amazon プライムビデオの公式 XQ ツイッターで発表されました。3月14日から3月17日までの4日間。 東京ドームで開催される QB アーティスト総出演のライブ、ヒローズとベファスパライブは、最終日の3月17日にプライムビデオによる世界独占ライブ配信が予告されており、注目を集めています。2バイトに所属するアーティストたち、三宅家さん、北山さん、平野さん、神宮寺優太さん、岸優太さんによる9人組グループが総力を挙げてのパフォーマンスが期待されています。 報道によれば、ツーヒーローズは滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社にバイトの所属タレントが3月14日から17日にかけて東京ドームで行うオールスターライブで、発表されたビジュアルは全員が黒を基調とした写真となっています。ただし、一部のファンからはビジュアルに違和感を感じる声もあり、特に大東さんの存在感についての賛否両論が出ているようです。大東達さんは、 昨年8月16日に2バイトに移籍した俳優で、ジュニア級ジャニーズ時代から活動していましたが、一部のファンにはまだ馴染みの薄い存在のようです。その他、IM、インパクターズも活躍が危惧されているとの声があり、デビュー曲の MV 再生数やランキングについての詳細が報じられています。2ヒーローズの発表当初から注目のナンバーアイは、インスタグラムのフォロワー数やデジタル配信の成績が圧倒的であり、 その活躍が際立っています。一方で、ベテランの三宅さんや北山さんは安定した人気を誇りつつも、後輩たちとの共演においてもっと目立ちたいという期待が寄せられています。また、IM はデビューからの実績がまだ少ない状態ですが、最新シングルの成功や YouTube での MV 再生数の伸びを収め、今後の活躍が期待されています。3月17日の 2Heroes2B フ o o ス e s p i では、 東京ドームでの公演がプライムビデオによって世界独占ライブ配信される予定。ファンはこの日を楽しみにしていることでしょう。最後に読者の皆さんへの挨拶とサポートへの期待を忘れずに記事を締めくくりましょう。